ビリニュース・ゲデミナス工科大学は、リトアニア共和国ビリニュース軍ビリニュース市に本部を置く、リトアニアの国立大学である。1969年に設置された。国内に2つある、工科大学のうちの1つである。1956年9月1日、カウナス工業大学夜間学部に、ビリニュース夜間学科が設置された。これがビリニュースにおける、 高科系の高等教育の始まりである。1961年7月6日、カウナス工業大学ビリニュース夜間学部はカウナス工業大学ビリニュース校に改祖され、昼間部と夜間部が設置された。学生数は毎年増加し、新たな専攻も作られた。1969年8月1日、カウナス工業大学ビリニュース校はビリニュース建築工科大学へと改祖された。 これにより、ビリニュスに独自の工科大学が設置されたこととなる。1990年、ビリニュス建築工科大学は、ビリニュス工科大学へと改祖された。1996年8月22日、公明に、ゲディミナス大公の名が付けられることとなった。環境工学部2009年9月1日現在、16,073名の学生と、 約3000名の教職員が在籍している。ビリニュースゲデミナス工科大学には以下の8学部が設置されている。また以下の機関が設置されている。ありがとうございます。